演者がもう客席ですから日本でないので見に来ましたありがとうございますはいということで兄の修介と、はい、弟のコロスケです双子でやってます薄暗いですお願いしますありがとうございますありがとうございます、ね、コロスケは芸名です分かってます量産型薄暗っていうね、はい、企画とかで、うん、何本もおろすというのをやってるんですけど、ね、新ネタとか、はい、そうですねちょっと、1本ちょっとやりたいなっていうのがありましてあんまりその入りないんですちょっと新ネタがあるんでそうなんですネタ見せじゃないんですけど感謝の手紙っていうのをねちょっと僕書いてきたのでさっきちょっとねさっき改めてちょっとねうちの相方にとね、手紙を書こうかなと思いますね立派な紙ですからね立派な封筒だよいきますね中に入れるやつだはい、ではいますお元気ですかあんまないけどね兄弟感でちゃんとご飯は食べてますか歯も磨いてますか布団に入って寝てますかあなたと結成して約10年は経ちましたね歯磨いてるのが何なんですか、ね、あなたとはいろんな思い出がいっぱいですデビュー当時営業と言われてノルマ2000円払ったライブなぜかネタをやった場所は居酒屋の4畳半でした最初荷物を置いた場所でお客さんがいるところに荷物を置いてこの営業大丈夫かなと思ったら、まさかのそこが舞台でした営業じゃないでしょエントリーライブだし神奈川県愛川町で、なぜかお客さんからボディーブローを食らったスナックの営業お前が食らったんだよカラオケでカラオケがあってお客さんが、まあ、酔っ払ってるから歌えこの野郎って言って歌ったら抱擁されるのかなと思ったらボディーブロー食らったそのお店の名前もレッドホックス俺関係ないんだよ感謝でしょでもいいことありましたなんと埼玉のアイドルライブ主催の賞レースで優勝なんと埼玉テレビに出演することが特典として決まったのです2回目で終わったやつ埼玉テレビに流れますよって言って10秒しか流れなくてほぼほぼ様子だったよ最終的にその最後2回目かなんかその埼玉テレビに送るやつをスタッフがなんかなくしちゃって結局それも全然流れなくなった、まさかの取り上げられたところが、うん、優勝インタビューの一発ギャグお願いします、うん、僕ひじミサイル以上です優勝者のあれ滑ったところ流されたこれがノーカットでお届けされましたこれからも引き続きよろしくお願いします最後に一つもう5年目の思い出で終わってんのこの手紙のダメ出しをお願いしますいやもう全部燃やせどうもありがとうございました